はいどうも、エテポンゲです。福の宮に到着しましたよし、もうあるよね。さすがにここになかったらちょっとエテマジでちょっともう駅員さん殴っちゃうかもしれない。マジかよ、ほんとよっさん、もうなかったんじゃ。それじゃあお父さんの思い違いってこと？だって忘れ物をするくらいですよ。もしかしたら別の場所だったかもってよくある話じゃないですか。でもそれならもう直接お父さんに聞くしかない。大胆ですね。このまま駅を行ったり来たりしてもしょうがないし。そうですね、お父さんの会社は桜中央シティでしたっけ。桜ビジネスガーデンって大きなビル7階にお父さんの会社があるんだ。早速行ってみましょうか。桜ビジネスガーデン、そうそう、ここはね降りれないんだよね。福の宮は快速桜中央駅、うん、これに乗っちゃおう。もうこっちと見せかけてこっち。いや、ほんと電車はさ、ほんとに学生の頃とかさ、前も言ったけど毎日乗ってたけどさ、ほんと席の取り合いだよね。朝がやっぱりさ席空いてないんよね。出勤の人とか多いから、帰りはもう基本的にガラガラなんよ。でだからほんと行きはね、ほんとにあれだよね、地べたに座っちゃったりしてたからね、よくないよね。いやもうけどあるあるだよね、もう。けど今考えるとちょっとうざいよね。どう考えても。けどやっぱりね、学生がこう扉の前とかに座っててもね、いいと思う。それはそれでいいと思う。もうみんなほぼみんながそうやって通ってきた道でもあるわけだしね。まあそれはね、真面目にちゃんとね、地べたに座らずね、してる人たちもいるからね。その人たちもいるってこともね、ちゃんと理解していたらね、何の問題もないよ、って思います。って思います。はい、桜中央ビル、ちょっと待ってね。クエスト、忘れ物、これ、はい。パラパッパッパッパン。だからナビ出せってマジで、はぁ、うっそやろもう。さな、わからないよ、これじゃあ。これじゃわからないよ。あ、危ねえ。あーし、危ねえ。どうしよう。そうだな、一回家に帰ってさ、朝にしようか。あれ？これ自宅んとこじゃない？ね、一回ちょっとお家帰ってさ、切り替えよ。でついでに雲海橋もな、雲海橋も起こしといて、帰れるようにしとこうよ。よし。てか親父いるじゃねえか。おい、おっさん、おっさん、おい、おい、マジかよ。ちょっと どけバク。ちょっと朝まで切り替えよう。じゃないとちょっとイベントが進められない。もう交代するのか。サンキューなバク、もっと寝たかったんだがな。パラパパパラ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 パンパンパンパラパラパラ。どうしようかな。
まあいいか、先お父さんのとこ行こうか。ね、ビル。もうコロ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 なんかやることをなんか変えてしまう。とりあえずお父さんのやつから終わらしていこう。けどキークエスト全部終わらしちゃうとな、なんか次の、いや次のやつになんか入っちゃいそうでちょっと怖いんだよね。だからこれ終わったら次は宝探し行こうかな。先にね、ちょっとここら辺にも鏡ないかな。あ、っていうかあるじゃん鏡、あの駅のところに。飛んできたらよかったな。本当にこれクエストナビないとマジで無理だぜ。こんなところわからんわからん、こんな。おお宝、お宝。サポートライフ7月号、稽古と学ぶ7月号。よし、もう父さん家で寝てたのにな。なんで、なんでわざわざメールしろやっていうか、メールしろや、電話しろや。もうそれか、携帯持ってないんか、ポケベルか。どうしたんだ、もしかしてお母さんに頼んでおいた忘れ物を。見つかってないんだけど。違うのか、ああどうしよう、このままじゃ。でもお父さん本当に電車の中に忘れたの。うん、電車だったはず。いや待てよ、電車に乗る前か降りた後か、すまん、どこに忘れたかはっきりしないんだ。やっぱりそんなに覚えてないなんて、もしかして妖怪の仕業。私も忘れん坊あたりの仕業かと思いましたが、陽気なんて全然感じませんね。うん、こういう時は逆に考えるのです。逆に忘れさせる妖怪もいれば思い出させる妖怪もいるんですよ。その妖怪の力を借りれば良いのです。そんなのもいるの。うん、思い出すっぽん。見た目は完全にすっぽんですね。亀みたいなやつです。よし、その妖怪と友達にならなきゃ。行きましょう。え、だよね。うん、なんか仲間になってた、そういえば。思い出すっぽん、あのすっぽんおじいちゃんだよ。思い出すっぽんっていうやつ。わしになんの用じゃ。父さんが大事な書類をどこかに忘れてきちゃったんだ。どこに忘れちゃったのか思い出させてあげて。そんなことかの。んじゃあ思い出させるわい、スポーン。何、内ポケに入ってんじゃないのそれ。朝からの行動がはっきりと頭に浮かんでくるぞ。いいリアクションですよ。うん、順番に思い出すぞ。まず家を出るところからだ。今日のお母さんはお出かけするせいか、いつもよりちょっと綺麗だったな。家を出てからはまず小豚銀行に向かったんだ。この間こっそり注文したゴルフ用品の振り込みをするために。お母さんに行った方がいいのかな。次に駅の近くのね、自転車屋に寄ったんだ。おっと、ここで何をしたのかは得手の前じゃ言えないな。なんで？プレゼントかな、自転車の。それから小日向駅から電車で桜中央まで行ってたな。そして駅から出た後すぐにもぐもぐバーガーに寄ったんだ。お父さんが起きた時朝ごはんできてなくて、うん、チーズバーガーを片手に颯爽と会社へ向かったのさ。忘れ物はどこに？わからない。寄った場所ははっきりと思い出したんだけどな。今の情報は重要なヒントですよ。銀行自転車もぐもぐバーガー。オッケー。銀行自転車もぐもぐバーガーね。なんかあるかな、ここ。お宝の一つや二つ。置いといてくれやしないのか。
この会社クソやな、この会社。そうだね。ってことは、もぐもぐ自転車、なんとかバーガー。違う。バーガー屋2個になっちゃう、それ。もぐもぐ自転車、小豚銀行。ってことは、もぐもぐが一番近いんじゃないかな。なんか、ぽよんぽよん言ってるんだよね、なんか、たまに。たまにぽよんぽよん言うんだよね。何ぽよですか。うわ、いらねえ。ゴミ。あ、BGM かな、このぽよんっていうの。あ、あったあった。ハンバーガー屋から行こうよ、先。まあ、近いところからね、潰していこう。多分ね、エテの予想では自転車屋さん。一番遠いから。結局、あそこまでね、戻すパターンだよ、これ。ないよ、ここには。うん。お父さんですか。うん。私は朝からいるけど、そんな忘れ物はなかったかな。そうですか、すみません。ありがとうございました。ごめんね。はい。まあ、昨日の話だけどね、これ。うん、もう一日空けてるから、昨日の話なんだけどもね。で、次に、小豚バーガーじゃない。小豚銀行。小豚バーガーってめっちゃかわいそうやな、なんか。響きがかわいそうだ。小豚バーガーだって。もうちょっと成長させてやれよ、みたいなね。あった、ここ。まあ、まずないよ、ここにも。うん。すいません。俺の父さんが銀行で忘れ物をしたかもしれなくて、茶色い封筒なんですけど、ありませんでしたか？はいはい、知ってます。知ってます。おはよう。起こしておくよ、ちゃんと。よし。ってことは、自転車やだな、もう。確定。もうチャリや確定。あぶね、あぶね。よし。自転車屋さん。結局一番遠いところだよ。それか、もしかしたら最後に行ったところにあるパータンかな。あ、君のお父さんのだったのかい。じゃ、もしかして大事に取ってあるよ。いや、朝からスーツの人が来るなんて珍しいからね、よく覚えているよ。随分と熱心に自転車を見てたからね、忘れちゃったんだろうね。父さん自転車好きだったのかな。それじゃ、これは君に渡しておくね。ちゃんとお父さんに届けるんだよ。それでは、お父さんの会社に戻りますか。うん、戻るか。よし、戻りましょう。あれなんだ、あれなん、なんの、なんの旗マークだ、あれは。お、どうした？あ、完治じゃん。どっか行くの？うん。カメカメラで新作ゲーム買ったんだよね。で、その帰り、何買ったの？いろいろあるよ。あれとあれと5本ぐらい買ったかな。うん。5本ぐらい。スーファミのソフト5本ぐらい買ったよ。うん。ちょうどクマでも誘って夜ゲームやろうかと思ったんだけど、エテもうち来る？好きなゲームもあるかもよ。お？感知が、あ、夜になったらね。うん、行く。スマブラやろうぜ。64の。感知の家、そうそう、そよ風ヒルズになんかあったよ。感知んちっていうの。6時過ぎぐらいに来てよ。うちあんまり遅くなったら友達入れてくれないからさ。じゃ、また。あれ買ったから打ち切る？発生。オッケー。行く。まあ、まずちょっと、お父ちゃん。夜だしね。まあ、ちょうどいい時間になるんじゃないかな。そうだし、あと、あ、ちゃ。まあ夜になってなくても、ね、宝探しあればいいしね。そのうち夜になると思う。うん。会社遠いんだってよ。会社遠いんだってばよ。パララッパッパッパラパラッパッパッ
逐一あれ置いてほしいな。雲外鏡、本当に3メートルに1体置いてほしいね。うん、3メートル間隔に1体置いてくれないかな。あれ、こっち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 、父さん持ってきたよ。あったよ、見つかったよ。それだ、その書類だよ。ありがとう。大変だったんだよ、ほら。大事な忘れ物を手渡した。助かったよー。けどどこにあったんだ。段々坂の自転車だよ。でもあんなところで何してたの。あの時か、そういうことか。何してたの。ちょうどいいタイミングだ。お父さんが何してたか教えてあげよう。うん、エテのクラスでも自転車に乗る子が増えてるだろ。カンチとかすごい自慢してくるよ。エテにもそろそろ買ってあげてもいいかなって。遅くね。証拠だぜ。もうちょうどいい自転車がないか探してたんだよ。本当はもうちょっと早く買ってあげたかったんだけどな。エテもおばあちゃんの家に遊びに行ってたりして忙しかったろ。いつ買ってくれるの。お父さんちょうど明日が休みなのさ。明日は早起きして自転車に行くぞ。うん、やったね。自転車だって。いらっしゃい。あ、こないだの君。あと、お父さん。すいません、このお店に忘れ物しちゃったみたいで。でもちゃんと届いたみたいでよかった。君も偉かったぞ。もしかしてそのご褒美かな。ちょっと右のやつ空気読めよ。おい、右のやつ空気読もうか。えへへへ。そうだな、昨日はわざわざ忘れ物届けに来てくれたし、エテが好きな自転車どれでも選んでいいぞ。やったぜ。冒険どころじゃねえや。高いとお母さんに怒られるかもしれないけど、お父さんが我慢するお小遣いとかでな。大変ですね。ちょ、最強のさ、最強のバイク、最強のバイセコーにしようよ。一番高いやつくれ。うわー、どうしよう。うわー、どうしよう。うわー、魅惑の自転車、ラベンダーのようにとてもツヤツヤなカラーリング、そよ風の自転車、優しく吹き抜けるそよ風のようにとても爽やかなカラーリング、さんさんと降り注ぐ日差しのようにとても晴れやかなカラーリング、お日様の自転車、お花見の自転車、満開に咲き誇る桜並木のようにとても華やかなカラーリング、夕焼けの自転車、空を真っ赤に染める夕焼けのようにとても鮮やかな、そよ風の自転車、優しく吹き抜けるそよ風に来ない。あ、1個か。うん、どうしようかな。まあどれも一緒なんだけど、あえてお花見の自転車。お父さん見て見て、似合ってるぞ。乗って帰ることもできるけどどうする。乗る乗る。それじゃあ相手は先に帰ってていいぞ。その前に街中走りたいだろうけどな。そういうもんですよね。そういえば君、桜第一小の子かな。最近あそこの子たちの間で自転車レースが流行ってるらしいよ。ほう、面白そうじゃないか。挑戦してみたらどうだ。えー、でも男の子ならそういうの燃えるだろ。やってみるよ。俺頂点取るよ。ちょっと左のやつも空気読めよ。ちょっと左右のやつ空気読もうぜ。慣れなきゃな。じゃあ行ってこい。うん、よし、解決。さすがです。さすがです。解決。おー、いいね、レベルアップ。お、流星のバッジか雷鳴のバッジ。雷鳴の方がなんかちょっとかっこいいな。これにしよう。ボーナスチャンス。ダメダメなやつ。これなんか最近見た。最近見ました、これ。うん、よし、じゃあね、ちょっと自転車でね。あ、自転車降りちゃった。うん、自転車で走り回る前に一旦ね、パート区切っておきます。ご視聴ありがとうございました。